はい、こんにちは。どうも、リックスを語るチャンネルです。今日の内容はですね、サムネやタイトルでも言っています通り、冷遇されている選手についてお話をしていきます。ありがとうございます。はい、ということでね、オールスターが、行われたということで、今日が第2戦目ですか。まあ明日もオフということで、まあ意外とね、動画作ってる僕からするとですね、まあ、オールスターブレイク、短いなと思っておりますけれども、今回の内容は冷遇されている選手ということで、今シーズン出番が激減している選手だったりとか、いや、そもそも去年とか見てても出番が少ない選手だったりとかですね、まあそういうお話をしていこうかなというふうに思ってます。まあ残り1週間ということもあって、オールスター期間というか、オールスター明け、まあ明日ぐらいですか、がなんか一番トレードが加算な、こう、なんですか、盛んなね、加算なってないね、盛んな、僕の印象だったりはするので、まあ、オリックスとしてどうなのかというところも、最後にちょっとだけ、まあ、お話をするっていうような内容になってますので、ぜひ、最後までですね、お付き合いいただければと思います。で、まず、出番が激減している選手ということで、こんな感じで表にまとめていきました。この4名がですね、まあ去年の出場数に比べたら、かなり減っとるなということでございまして、まあ多い人だと10分の1以下とかにもね、なったりしている選手もいますけれども、この4人、まずピックアップをしております。で、まず、1人目、佐野皓大ということで、今シーズン4試合。出場でしたけれども、去年は47試合ということで、理由は何なんだということですね。まあ、もともとダイソーだったりとか、守備要員、センター含めてでしたけども、まあ、そこの部分はですね、渡辺春人が、もうがっつりと、やっておると。ということで、その影響が、もうまさに、受けてるんだろうな、というふうに思いました。まあね、似たようなタイプかもしれないです。まあ、右投げ、左打ち、右投げ、右打ち、みたいなところ、左投げ、左打ちか。そこがちょっとまあ、こう、違いとしてはありますけれども、まあそういったことになっていると。あと、シンプルにね、怪我だっていうのも、ありますので、まあ6月の中旬にね、まあ抹消されて以降、落とさなしということでございます。そして、野口選手ですね。去年76試合出場したんですが、今シーズン出場6試合ということで、去年は開幕スタメンも、勝ち取った、そんな、プロスペクトだったわけですけれども、もう野口選手も、3年目、大卒3年目ですかね。もう25歳になるということで、そろそろ、プロスペクトでもなくなってくるということですけど、まあこれだけですね、二遊間、昨日もね、川野選手支配下なるんじゃないかとかいろいろ言いました。二遊間がかなり人が少ない中でも、まあ上がってこない理由としては二軍で苦戦しているということですね。まあ、これが、大きな理由であるということで、まあ好調だったら、もう本当に、ね、今すぐにでもレギュラーになってほしいな、そんな選手なんですけども、まあなかなか二軍でも苦戦をしているということでございます。そして、3人目、茶野選手ということで、茶野選手はですね、佐野皓大、野口智也とはまたちょっと違う理由で、出場が減っているということで、去年は91試合でしたね。開幕スタメンも勝ち取って、一時は首位打者争いをね、4、5月やってましたけれども、今シーズン12試合にとどまっていると、いうことで、理由としてはもう間違いなく西川龍馬の加入ですね。龍馬がいなければ、今の頃ですね、一軍に登録されている可能性も、ね、あるのかなというふうに思いますけれども、やっぱ両翼の左打ちってなってくると龍馬とドンピシャですからね、そこの部分はかなり影響があるんだろうなと。そして、最後4人目、小田裕也選手ということで、ここもね、まあさっき言った3人とは違う、理由ですけど、まあミスが目立つと。いうことでね、これはまあ、その、去年が77試合、今年が17試合ということで、去年はなんか5番打ったりとかしてましたけどね、なんかこう、ブーストの期間は本当にスタメンで出てたりとか、左からもホームラン打ったりとかしてましたけど、まあ本当ダイソーでね、ちょっとこけてしまったりとか、牽制でアウトになったりとかですね、そういうこうミスが、今シーズンのベテランにはですね、ちょっとまあ目立つということで、ここまで出場機会が減っておるということですね。そして、ここからですね、そもそも去年見ても、出場機会が減ってる選手、少ない選手ですね。それ見ていこうかなと、いうふうに思いまして、こんな感じということで、ここ結構、投打で多めになりますので、ちょっとお話ししていきますけども。まずは、足立選手ということで、まあ、兼任コーチですけど、去年とさほど変わりはないですね。3試合ぐらいしか変わらないということで、まあ、下手したら去年よりも、なんだかんだで今シーズン単位で見ていくとね、出場数が多いかもしれませんけども、まずは、こういうことになっとると。で、まあ、もともとはね、やっぱショートのレギュラー、21年とかもセカンドのレギュラーみたいな感じだったんで、それに比べたら23試合っていうのはちょっと少ないなということで、去年はね、もう体調がいろいろありました。ね、なかなか長打が出ないとか、なってましたけれども、まあ、今シーズンはやっぱ小田裕と一緒でですね、ちょっとミスが目立つと、いうことで、特にね、守備のところ、神戸でね、あれなんすか、3エラー、4エラーぐらいですか。で、逆転負けとか、そういうことも、まああったんでね、なんかそういうのも影響してますよね。
そして、同じくベテラン T さんということで、T さんに関しては、去年が20試合、今シーズンは3試合ということで、開幕スタメン勝ち取りましたけれども、まあ、とにかく不振ということで、2軍でもね、1割台と、なかなか厳しい、現状になっているのが今シーズンのベテランの状態ということでございます。そして、現県内ですね。これはちょっとお話しすることが、あるんじゃないかなと思うんですけども、去年が5試合、今シーズンも5試合、現在1軍には登録はされているんですけども、本来であればですね、昨日も言いましたけれども、まあ前半戦ね、こう、新戦力みたいなところで龍馬とか使いましたけど、やっぱライトがね、ラオウがずっとこう1年間キープできない、ケイタも怪我をしているっていう中でですね、もうちょっと早めに呼ばれてもおかしくない中で、なかなか声がかからなかったんですね、現県内に対して。で、そこの理由としてはやっぱ1年目、2年目のやっぱ2軍の成績が本当にやばかったということで、1割台とかね、もう全然0割台とかだったんで、そこでもうある程度、600打席ぐらい立たせてると思うんでね、それでちょっともう、首脳陣として固まってしまったのかなと、いうことでございます。で、例えば紅林とかはね、ショートでずっと出ずっぱりで、率も2割3分、2割2分ぐらいを絶対切らないみたいなところもあったし、太田亮も太田亮で、怪我とかありましたけども、やっぱ非凡なホームランとかね、毎週まで打ったりとかしました。そういうのがなかなかなかったということですね、現県代に対しては。今でこそね、肩でなんかむっちゃ刺してとか、ホームラン打ってとか、ありますけれど、これはやっぱ1、2年目でできてたらっていうのはね、本当に、惜しいなというところで、それが影響してるんだろうなと思います。そして、4人目トーマスということで、まあトーマスはね、新外国人になりますから、まあまあまあ去年の話はできないわけですけども、もうここも同じですよ、ゲンとね、2軍で好調だったんですけど、なかなか呼ばれずにということで、最近やって呼ばれましたが、まあなかなかね、1軍投手にも苦戦をしてということで、未だに今ヒットがないという状態でございまして、理由としてもやっぱり龍馬が加入したということで、龍馬いなければね、もうちょっと早く呼ばれてたんだろうなとは思いますね。はい。そして、北選手ということで、北選手に関しては去年の、まあ、成績は優にこうしてるんですね。4試合からプラス9となってるんですが、やっぱ走塁技術みたいなところが、まあ、なかなかちょっとやっぱ厳しいと、いうことでございまして、ここはね、育成をする時間を設けてもらえんのかということですよ、ね。4年目やからね、高卒ね。そのメリット面で言うと、プロスペクトじゃなくなっていく可能性もありますから、この辺はどうなのかと、いうことで、ぜひその辺はね、めっちゃ気になるんで、コメント欄で教えてもらえたらと思います。はい。そして、5人目、杉澤選手ということで、ここも同じですね。技術面、打撃の方ですね。なかなか1軍で苦戦しとるということで、もうボールに当たらないっていうね、状態になってますから、まあ結構、ドラフト4位っていうことを考えると、まあ牧田さんご利用しっていうのもありましたけどね。やっぱ元気た池田の脇を固めるみたいな感じで渡辺春と杉澤っていうのは指名されたと思っているので、まあそういった面で言うと、まあちょっとこう打撃技術がっていうのは、あんまり、首脳陣の方は求めてないかもしれないですけど、それにしてもみたいなレベルになってるんでね、これは、改めてちょっとご紹介させてもらいました。そして続きまして池田龍馬ということで、池田なんて今シーズン1試合も出場してないんですけど、まあ理由としては、2軍で苦戦をしてるっていうのと、まあカッコ書きで龍馬の加入ですね。はい。2軍でも2割3分ということで、去年はね、3割1厘だったんで、間違いなく、ボールの、影響を受け取るな、ということでございます。はい。まあ、今年からね、ちょっとキャッチャー挑戦とかありましたけども、キャッチャーでは未だに2軍で出てないということなので、やっぱ打つしかないんだろうなと思うんですけども、なかなかこれもね、今シーズン、3年目か、高卒3年目のドラフト5位ってことを考えるとね、これもどうなのかと。ちょっと難しいですね。外野のプロスペクトはちょっとどういう風になっていくのかと。僕はちょっと正直もうプロスペクトと言い切れなくなってきてるのかなと思ってるんですけど、まあそれはね、まだまだ有望株なんじゃないかと。よくならね、またんかいという声もあると思うので、ぜひその辺は、コメント欄で教えてもらえたらと思いますね。そして、福永選手ですね。なかなかチャンスがないということで、間違いなく森若月の併用の存在ですね。もうこれですよ。もう3番手石川遼ですけど、2軍で、試合に出れた方が福永選手のためになるということで、なかなか出番がない。まあ、難しいですね。まあ、冷遇してるわけじゃないですけどね。状況的にやっぱ厳しいですし、キャッチャーって現役ドラフトとかトレードとかでは出さないポジションだと思うんで、果たしてこのまま福永選手買い殺されるとまではいかないですけどね、このままになってしまうとそれはそれで福永選手にとってはあんまり良くないのかもしれないので、まあ、この辺もちょっと難しいところになりますね。
そして、村西投手ということで、まあ、去年が7試合登板、先発もしたりしてました。はい。今年は1試合ということで、間違いなくロングリリーフの鈴木博士、吉田輝星、井口、このあたりの台頭が、もろ影響になったということですね。開幕でもスタメン、去年、スタメンというか先発ローテになってましたけども、まあ、アンダーにしたりとかしてましたけども、この辺はね、中島聡お墨付きでしたけども、ちょっと厳しい現状になったということですね。そして、横山楓投手ということで、去年ね、なかなか登板もなくてということで、21年、小木田投手と同じくですね、社会人として、海でリリーフで、入団をしましたけども、まあ、小田島投手だったりとかが、投げ取る、小木田投手が投げ取る中で、なかなか出番がないということで、まあ、上がってきても全然ね、登板がなかったりとか、そういうのが、ここ2年ずっと続いていますし、2軍でもシンプルに苦戦してるっていうので、なんかちょっとね、左沢投手と被るんですね。覚えてますか、左沢投手ね。はい、あの、投手コーチやってました、投手コーチは打撃投手やってましたけどね。あれね、それちょっと被んなという感じですよ。そして最後、権田投手ということで、彼、ルーキーなんですね。高島、小田島は出番がある中で、権田投手はなかなか出番がないということで、まあ、井口投手、同様ですね、鈴木輝星、このあたりと、ちょっとまあ、役割が被ってるっていうことで、なかなか出番がないっていう、まあ、村西投手と同じような、まあ、状態になってます。はい。まあ、改めて、今日まとめましたけれどもね、これらの選手についてもっと出番欲しいなと、上げて欲しいなと、みたいなと、思う人いると思うんで、ぜひコメント欄で教えてください。最後に、トレードについてということで、残り1週間です。はい。まあ、ないでしょう。個人的にね。というのも、これまで、まあ、福田チームになってから、トレードしているのは、もう早くて5月の、中旬、そして、遅くても7月の、上旬ということで、もう7月24日ですか、今日はね。もうちょっともうないだろうな、というふうに思ってますから、まあ、一応ね、期間ないっちゃ期間ないですけど、誰トレードすんねん。今までは、もう2軍の無双系か、あるいはですね、もう、なんていうんですか、1軍で実績のある選手、この辺だと思うので、今回ご紹介した選手でいくと、ベテランになってしまうんですよ。ってなってくると、まあ、非常に現実的ではないのかな、というふうに思いますんで、まあ、ないだろうなと思ってますが、何が起こるかわかりませんから、ね、まあ、一応、ご案内をさせてもらうということでございます。ということで、今日のお話、こんな感じで終わらせていただきます。ありがとうございました。